儀式の数日後に起きた事件ということで、関連性も改めて調べているんだけれど、何か気づいたことはないかな。いろいろとありがとう。また話を聞かせてもらうことがあったら協力をお願いするかもしれないけれど。
おはよう。ひどい顔をしているわよ。少しは眠れたのだけれど、どうしても思い出してしまって。ええ、構わないわ。私も聖一には聞きたいことがあったから。サエに連絡がつかなかったから探していたのよ。同じ？聖一もサエに用があったの？あ、なるほど。多分それ私のせいよ。お父様のことがあって、サエが屋敷に詰める必要がなくなったから、その相談をするはずだったの。でも時間を過ぎても来ないから、離れに連絡をしたのよ。サイがいないかと。それで連絡つかなくていないようだし、しばらく待っても来ないから探しに出たのだけれど。カズハ自身とは話していないわね。離れを呼び出す内線があるから、それを使ったのだけれど、もしかしたらそれでカズハが寝ていたところを起こしてしまったのかもしれないわ。屋敷にもいない、離れにもいないでは他に心当たりが思いつかなかったのよ。最初は車を出しているのかと思って見に行ったのだけれど、そちらはそのままあったから。全く思わなかったわけじゃないけれど。聖一は考えたけど、警察は考えつかなかったわね。あなたの方も態度の変化を感じたんじゃないの？どうせ日が昇れば顔を合わせる人たちなのに、こちらを信用してないのが明白だわ。わざわざ呼び出したくない。今度はこちらから聞かせてもらうわ。聖一はどうしてあそこに？ちょっと待って。さっきカズハに夜中に起こされたと言ってたわよね。その聖一にサエの居場所を教えた。ということはこの屋敷に誰か人が来ていたの？それこそおかしいじゃない。どう考えてもそれが犯人に決まってるわ。じゃなかったら知るはずがないもの。なんでそんなことを黙ってるのよ。わかったわ。そんなに遠いところではないのでしょうね。
聖一があったというのはこれなの。当たり前じゃない。それを見たのも聖一だけなのでしょ。ここに入る方法は？鍵は私の部屋にあったのよ。では、聖一があったというこの着物を着た人物は？聖一？どうかしたの？違うところは？本当に私だった？今の聖一の目はそうは言ってなかったわ。何か気づいたことはないの？どうかしたの？そうね、防虫剤もあるし、もともと布は匂いが移りやすい素材だから。聖一も街で食事してカレーの匂いが移ったり、近くでタバコ吸ってる人がいたら服に匂いがつくことはあるでしょ。同じ布素材や紙なんかには移りやすいわね。
どうしたの？聖一？聖一、どうしたの？いきなり。そう。ところで、いつまで手を握ってるの？別に嫌ではないけれど。あなた忘れたの？儀式が結婚式だとしたら、この人形と結婚したのよ。お嫁さんの前で浮気したら、嫉妬されるわ。大丈夫よ。動きづらいから、話して。状況を整理しましょう。この着物に血がついている。お父様を至近距離から刺したのなら、返り血がついていても不思議ではない。しかし、ここまで着物を取りに来て、お父様を刺し、再び着物を戻しておく。そんな芸当ができる人間はいないわ。私の他にはね。その通り。誠一は今後はどうなると思う？私もそう思うわ。多分明日にでも交流されるのではないかしら。お父様もさえもいない今では私に対する後ろ盾がないのよ。そして警察に対する影響力を持っている家は他にもある。私が捕まってたとえ証拠不十分で釈放だったとしても、その傷をもとに実権を奪おうとするでしょうね。勘違いしないでほしいのだけれど、如月家が持つ財力やこの地域での権力には興味がないの。ただその大元を知らない連中に渡すのも嫌というだけ。時間との勝負になるけれど、多分間に合わないわね。そうなるように罠が張られている。